どうもありがとうございます。もぐらだ木造です。今日も木造のあれやこれやな光景ご覧いただきまして本当にどうもありがとうございます。チャンネル登録者数やっと360人ちょっと超えてだんだん400人近くになってきております。これからもチャンネル登録よろしくお願いします。応援の方ぜひよろしくお願いします。はい、ということでですね、今日は何をやりますかっていうと、もう今日は12月25日クリスマスなんですけども、まあ年末に近づきまして2021年12月の小遣い貯金の報告をしたいと思います。以前ですね、あの木造の動画見ていただいた方がコメントくださいまして、資産とか貯金なんかを発表するのはあまり良くないんじゃないですかって言われたんで2ヶ月ほどやめてたんですけど、それまでは木造のお小遣い貯金を、勘貯金も含めまして公開してました。でもちょっとそれはネットを見る人はいろんな人がいるんでまずいんじゃないですかっていうアドバイスいただいたんでやっぱりやめてたんですけれども、とりあえずですね、いつも公開してるのは木造の全資産っていうか、あの木造の地のお金の資産全部じゃなくて、この木造じいさんのお小遣いの貯金したやつを公表してるんでまあいいかなと思って、まあ全資産が例えば1億円とか2億円あってそれを細かく公開してるとまずいかなと思うんですけども、あ、そんなないですけど、髪の毛もないですけど、それを公開しちゃうとまずいかなと思ったんでやめたんですけども、まあ木造じいさんのお小遣いならいいかなと思ってやっぱり公開します。で今回12月の木造のお小遣い貯金小遣い貯金公開ってことなんですけれども、今回公開するのは3つです。小遣い貯金が今いくら口座に入ってるか、2つ目は投資信託積立 NISA は11月から始めたんですけど11月12月でどうなったか、そして3つ目はポンタポイントのポイント投資、これも11月から始めたんですけども11月12月でどうになったか、その3つについて公開したいと思います。ではですね、まずはじめに、木造の、お小遣いですね、純然とある毎月ちょっとお小遣いをまずいきなり口座に入れちゃってるんですけれども、で前言ってたお小遣いの合計なんですけれども、セブン銀行とか群馬銀行とかにもお小遣い分けて入れてたんですけども、これを一つにまとめちゃいました。でどこにまとめたかというと au 自分銀行口座にポンってまとめちゃいました。もう振り込んでね。でその結果がこちらです。au 自分銀行のこれタイムラインなんですけれども、これご覧いただきますと全部のお小遣い今まで貯めたやつが356万2637円、これは12月18日土曜日、先週の土曜日の1週間前の土曜日の結果です。ですから今現在356万2637円入ってますということです。そしてこれが1つ目ですね、小遣い貯金。2つ目はこの小遣い貯金から毎月33,333円投資信託に入れてます。入れるようにしました11月から。その結果がこちらです。投資信託積立 NISA なんですけれども11月に、33,333円で12月に33,333円、合計66,666円積立 NISA を2ヶ月やって、でですねその結果が、2ヶ月で67,342円になってます。これも12月18日土曜日1週間前の結果なんですけれども、評価損益がプラス670円ってことですね。だから2ヶ月やった結果、まあ、ご覧いただきますと、マイナスになってるファンドもあるんですけれども、総合的な評価損益はプラス670円ってことになってます。この投資信託積立 NISA のことについてはまた別動画で、例えば半年後の結果とかそういうのもまた上げたいと別動画で上げたいと思いますので、また乞うご期待ということでお願いします。そんなとこですかね。
で3つ目として、ポイント投資ですね。ポイント投資は、12月18日土曜日の結果がこちらです。EMAX スリム米国株式 S&P500 っていうのと AS マイトプライム高成長っていうのにそれぞれポイントを振り分けて入れてます。でこの結果見ていただくと 16,430 米国株式の S&P500 は 16,430 ポイントで損益がプラス230で、AS マイトプライムの方は14,635 ポイント入れてまして、で評価損益がマイナス165ってことなんで合計しますと2ヶ月で、21,000 ポイント入れてます。で、評価損益になるとプラス65ポイントってことになってますね。まあちょっとだけ儲かってるっていうところでしょうか。これがポイント投資の結果です。ポンタポイントのね、このポンタポイントの、ポイント投資についてもまた別動画でね、半年後とか1年後とかできたらやってみたいと思います。ポンタポイントはお父さん前も言ったんですけど10万ポイントが目標になってますんで10万ポイント貯まったらそれをこういうふうにポイント投資して増えたらそれをもう現金化になるんで現金にしちゃいたいと思います。ですからまあ10万ポイントになるまでちょっとやってみたいと思いますのでポイント投資の方もまた別動画で後日まとめてあげたいと思います。はい、ちょっと簡単なんですけれども以上がお父さんの小遣い貯金の結果です。一番初めに言った、36,2637円、この A 自分銀行の口座からさっき言った投資信託の、月に 33,333 円も引き出してるし、ポンタポイントはまた別なんですけれども、ですからこの、お小遣い貯金au 自分銀行の口座の356万いくらっていうのはだんだん減っていくかもしれません。でもそれは減ってるんじゃなくて、投資信託に回して投資信託がまた増えていけば、お小遣いも増えるし投資信託の方お小遣いは減るけどごめんなさいお小遣いは減るけど投資信託の方がね増えてるってことになりますので、まあ お小遣いの総資産としては多分増えていくんだろうと思います。まあポイント投資じゃなくてごめんなさい投資信託はまた変動があるんでどうなるか分かりませんけれどもそれも含めてまた今後発表したいと公開していきたいと思います。またカミカミでしたけどもこんな感じで今回は以上です。はい、ということでモグラダ・モグゾウのあれやこれやの動画いかがでしたでしょうか。今回はお父さんの小遣い貯金について、ポイント投資それから投資信託も含めて発表しました。また今後も、この、お小遣いのことについてはおいおい発表毎月できれば発表していきたいと思います。でチャンネル登録の方もまた皆さんどうぞ応援よろしくお願いします。とりあえず400名、1000名目指したいと思います。以上です。